笑顔でお願いします。はい、ありがとうございます。ワイドエフエムというのはですね、従来のAMラジオの放送エリアの中に災害対策、そして都市型難聴、あるいは外国からの渾身、地形的、地理的難聴といったさまざまな難聴に対してですね、従来のFMの周波数に加えて、新たに付与された周波数帯を使って、90から95メガヘルツを使ってですね、AMの放送をやるというものでございます。TBS ラジオ、文化放送、日本放送3局はです。来る12月7日月曜日13時午後1時からこのワイドFMの放送を開始するということをこの宣言をいたしたいというふうに思います。リスナーの皆さんとご一緒にですね、この日この瞬間を共有しですね、大切な思い出とするために3局合同制作による開局記念特別番組を制作することに決定いたしました。番組タイトルはですね、ワイドFM開局記念 TBS ラジオ文化放送日本放送夢の同時生放送 FM でも聞きますゴールデン玉結びと。 FM 開局をですね、昔聞いていたけれども、まあ、ラジオからしばらく離れてしまった、あるいはこれまでラジオを聞いたことがないという多くの方々にアピールする絶好のチャンスとするためにはですね、ラジオから離れてしまったリスナーにワイドFM開始をアピールし、そして呼び戻すためにラジオの現在のラジオの放送だけではこれ十分ではございません。ラジオ以外のメディアを通じてラジオFMの認知を向上させるために3局共同でキャンペーン展開をすることといたしました。